配信の画角調節しようと思ったら始めてもた。もういいんですけど。こんばんは。間違えた。全然言うて数分の誤差だから。そう、画角というか自分ね映ってるものとか姿とか見ようと思ったら間違えて押してた。前の配信を切ったままだったから、つけたらルームだったんですよ。切ったままだった。切ってそのまま多分アプリごと落とさずにスワイプして置いてただけだったから、つけたら始まった。ショールーム押したら始まった。短時間でやらせていただきます。少し短時間でやらせていただきますね。ちょっと疲れてしまった、さすがに。そう、結構あと詳しくは話さないんですけど、話さないっていうか触れないんですけど、伝えててほしいんですけど、ちょっと今日ね、お手紙でほにゃららのことをツイートするよって言ってて、お家に帰ったらその持ってってるやつと置いてたやつがあったから、それを写真を どっちも撮れてなかったから、置いてってる方がそれを撮って載せるよって言ってたんですけど、ちょっと私のさっきのツイートを見ていただけたら分かる通り、ちょっと今私はそういうちょっとツイートをできる空気じゃないというか、状況じゃないというかっていうので明日にします。すいません、ちょっとこの流れで何も悪いことではないんですけど、それは私のやつも私のやつですごく大事なものなんですけど、今が適してないってわけでもなくて全然大丈夫なんですけど、ちょっと気持ちの問題、ちょっとここは私の個人的な勝手な理由で明日にさせていただきます。なのでそう、メールでさ送ろうと思ったらさ、もうメール送れん時間やってさ、でもツイッターとかインスタにわざわざこれを伝えるのも嫌だったし、なんか配信のもちょっとぼかして伝えてるので、みんなにちょっと伝わるわけではないから、そうね、配信みんなが見れてるとは限らんか、みーちゃん嘘ついたりするかもしれないんですけど、それはまあおいおい私が訂正できたらいいなって思います。そう、でも最終枠の最終日の最終枠に関してはまだ情報記録がもらえてないので、それに関してはちょっといつになるかなんですけど、画像イラスト自体は全部できました。イラスト自体は全部できました。っていう2品です。っていう2品です。久々に我が家に帰ってきました。本来ならば2日前ぐらいに帰ってくる予定だったんですけど、家の事情で急遽トンボ帰りすることになっちゃって、そうそう、まあ全然仕方のないことだったんですけど、1週間ぶりぐらいにお家に帰ってきましたね。久々の我が家。今日誕生日で22歳になりました。おお、にゃんにゃんだね。にゃんにゃんな1年にしてください、おめでとう。にゃんにゃんだね、羨ましい。私にもにゃんにゃんだよって言ってる時が2年前にあったんだけどな。2年前なのあれ、怖ー。怖さあ、今暖房、私の家自体が結構寒くてさ、もともと今暖房フル稼働してます。
フル稼働しております。早くちょっと頑張って音する？多分めっちゃ頑張ってくれてると。だって私の今の電波時計にさ、室温みたいな、電波時計に湿度と室温と日にちと時間が書きよんだけど、あの電波時計が壊れてなければ私の部屋の温度も9度だからね。おっておかしいよね、9度って家の温度で。9度だからね、電波時計が間違えてなかったら。壊れてることはもはや信じたいぐらいなんですけど、9度だよ、9って書いてる。でも私の家本当に寒いんですよね。そう、私お姉ちゃん家にずっといたんですけど、お姉ちゃん家の方が全然暖かかった。そう、外じゃないんです、窓あります、閉まってます。不思議なお家です。構造でもこれは詳しく聞いたら、なんか構造上、なんか建物の作りみたいな、材質的にそうなるんだってって聞きました。そう、ちょっとあの詳しい何の材質だった方かは覚えてないんですけど。なんかそれ一回あまりにも寒すぎて話しに行ったんですよ。なんかおかしいんじゃないかと思って。暖房全然効かんし。そう、何の音？なんか近くに港があるみたいな、船の音みたいな、汽笛の音みたいな、しない。私港に住んでたっけ、聞こえた？ボーみたいな、汽笛の音聞こえたんだけど、私港に住んでたっけな、聞こえたよね、めっちゃ外の方から。港に住んでたのかもしれん、汽笛が、汽笛の音がした。汽笛の音がしました、ポーンってしましたね。港かしら、港かしら。めっちゃ全然ここ2日ぐらい寝れてなくて、2日嘘、今日1日寝れてなくて、とても眠い。明日はちょっとり、明日はちょっとりです。明日はちょっとちょっとり集合前にちょっとあのレッスンみたいなのがあって、めちゃくちゃ朝早いんですよ。だからちょっと早めに寝ようかなと思ってます。でちょっとりメンバーにお土産も買ってきたので、明日渡そうかなと思ってます。そう、なんか結構今回ねひなが出ないということで、ポジションが変わったりうんうんの結構ね大変な子とかもいるので、私の甘いものでせめてものあのさ、なんていうの、鼓舞できたらいいなと思って、そう鼓舞できたらいいなと思って買ってきました。ちゃんとあの明日まで行けますかって言った、行けますよって言ったか、分かりました、今冷蔵庫に入ってるんですけど、明日持っていきます。チャットリー、あ、そう、ピオは成人イベントです。なんで何してるの、なんでピオちゃんいないの、どこで何してるの、あった成人式だよって言われた。そう、なんでピオちゃんいないのって、ピョちゃんがいないなんて嫌だって言ったら、成人だもんって言ってた。言ってました。そりゃ仕方ないね、そりゃピョちゃん絶対行かんといけんねって、そう話をしましたね。寒い。今日はね、おきちゃんの写真集も発表されてびっくりしちゃった。でも私知ってたんですよ、言われてないけど。言われてないけど察してたんです。なんかそうサーヤンと言ってたんですけど、なんかあきちゃんジム行ってて、そう最近なのか分かんないけどジムに行ってて、
私の中で急にジム行くメンバー写真集決まったっていうのがあってそうで、ひなちゃんもジムに行ってたから、そう、おきちゃんもしかして写真集決まったんやないって話を他のメンバーとしてたんですよそう、なんかさっきジムに行っとるから、そう、おきちゃん写真集決まったんや、写真集撮りたいって言っとったしさみたいな、おきちゃん決まったんやないって言ってたんですよ。なんなら今日発表されてやばいと思ってそう、やっぱりと思って、でもね、写真集決まったメンバーは絶対ね、あの撮影までにジムに行くから、急に最近ジム行ってるんだよねっていうメンバーはなんか写真集決まってるっていう流れが今あって、ひなちゃんもそうでしたし、おきちゃんもそうだし、次は誰がジムそ, うそれで私はあの話されてたわけじゃないけど、そうなんじゃないかなと思ってニヤニヤしてましたニヤニヤしてました。私自身がそのジムに行った話を聞いたわけじゃなくて、他のメンバーがなんか沖さんなんかジム行ってるって言ってたんですけどみたいなことを言ってくれて、そうそうそうっていうので、自分の中のそのなんていうの、流れというか流れと言いますか、おきちゃんが言ってたらしくて、 PR 舞台の時とかに話してたらしくて、でもその時はちょっと体をなんか引き締めたいから言ってるんだよねみたいなことを言ってたらしいんだけど、どう思いますって言われて、写真集じゃねって言って話してましたそう、おめでたいですね。おきちゃんのあの YouTube 決まった瞬間の動画もあの見させていただいて、すごいなんか発表の瞬間が記録に残ってるっていうか、形に残ってるっていう、なんかファンの方からしてもなんかその瞬間を一緒に味わえてるような動画で、とてもいい動画でした。ナレーションちょっと癖強かったけどココアの動画のナレーション思い出した。絶対ココアの動画のナレーションにインスピレーション受けているよみたいな思った。よかったです、いい動画でした。ココアのなんかなんとかっていうカフェ、ここは何々が美味しいんよみたいな食べようと思ったら暑かったみたいな、そういう感じのさココアのあのインスタでやってる、知ってますか、あのカフェとかの、そう、なんかめちゃくちゃ似てるとわけじゃないんだけど、それをちょっと思い出したというか、そう、トーン感が似てた。話し方とか語彙とかはココアの色が出てるし、おきちゃんの色も出てる、なんかトーン感が似てるトーン感が似てますね。そう、それをちょっと私帰りの新幹線で見ててそうインスパイアされとるなと思って、いい動画でした、とてもとてもいい動画でした、うん、とてもとてもいい動画です。そう、スタッフさんの声とかいっぱい入ってて、声だけであばるばるさんだってわかる感じだったあとはですね、美穂の卒業発表が発表されまして、これまた私もあの美穂があれですね、あのファンの方もメンバーも同時に知ってほしいっていう思いが美穂の中であって、メンバーにも誰にも言わず、スタッフさんにはその発表するが上に事前に言ってるけど、ファンの方とメンバー同時に知ってほしいっていうやつを込めて、メンバーにも言わずショールームで一斉にみたいな感じだったから、多分メンバー誰も知らなかったし、基本的に、まあ、長年やってると卒業なんかちょっと察してたりだとか雰囲気感じ取ったりすることもなくはなかったんですけど、そう、美穂に関しては全然予想もしてなくて、そうそうそう、だからすごくびっくりして、もなんか報告がありますっていうのを昨日ツイートでしてて、だからその美穂のツイートのリプを見たら、なんか嬉しい報告でありますようにみたいなことファンのこと言ってて、私もそうだと思ってた、なんかの大食いのやつまた決まったんかな、すごいなみたいな、そう思っとったのが、
本当に予想もしてなかったからすごくびっくりしちゃって、今美穂にもちょっと連絡を個人の方で取らせていただいててお話ししてるんですけど、なんかまだそのツイッターと同じ言葉にはなっちゃいますけど、受け止めきれてはないんですけど、寂しいしね、そう受け止めきれてはないんですよ正直。けどその個人の方でお話をしてたら、結構なんか美穂の中ではすごいなんか前向きというかすごくかっこよかったんですよ。あの美穂の言って、美奈に言ってくれた言葉をね、一言一句ここでは言えないんだけど、なんだろう、紡ぐ言葉がすごくかっこよくてなんかもちろんまだ聞いたばっかだから受け止めきれないけど、うじうじしてたなんか美穂に失礼って思うぐらいめちゃめちゃかっこよくて、でも今日はちょっと許してほしいけどってぐらいすごいかっこいい後輩で、先輩としてね、なんか先輩らしいことができたかって言われたらちょっと答えれないけどなんだろう、背中を支えてあげて押してあげるのが一期生ドラさん、その先輩、私だけじゃなくて一期ドラさんの最後の先輩としての役割なのかなと思って。そっちにね、まだ今日は無理だけどまだあの卒業時期が決まってないから、それもあって全然実感もできてませんけど、S チームに入りたいと思って入ってくれたメンバーだからこそ、一期生は立ち上げからいるからさ、そう立ち上げからいる身としてはさ、自分たちがいるグループに入りたいと思ってくれてたことがすごいなんか嬉しいこと で入ってきてくれて、すごい個性も光ってすごいいい子でそうそうそう、だからちょっとまだね、今日の段階では受け入れてるかって言ったらそんなやっぱり早くは受け止めきれんのですけど、そういう STU の姿を見て入りたいと思ってくれた美穂に、最後の最後まで STU でよかったと思っていただけるような期間に私たちメンバーもできるように、あの前を見てる美穂のことをずるずる引っ張らないように、押していけるように、押し上げていけるように、一人でも全然押し上がっていこうなんですけど、魅力なんですけど、最後に先輩としてのなんか息戸田さんとしてできたらいいなっていうのは思ってますはいでも今日はちょっと無理そんなね、私もねロボットじゃないんでね、人間なんでね、ちょっとそんな、はい受け入れましたはちょっと無理なんですけど、そうだから明日までにって言って明日急に受け入れてるわけでもないんだろうけど、区切りとしてねそっちに感情を持っていかなきゃなと思うので本当にかっこいい後輩だぜっていうのもあって、お手紙でツイートするねって言った内容はちょっと明日に、今日以降、今日はちょっとやめておきます。いやね、まあ、いろんなことがあって嬉しいこともあって悲しいこともあって、ファンの方も、あの私のファンの方はさ、おきちゃんの話であって美穂の話であって南のファンだけども、多分私のファンの方って STU を好きで STU のメンバーをすごい好きでいてくれてるあの人が多いので、そこにちょっとやきもち焼いちゃったりする時もあるんですけどね。そう、なんか一番を選べちゃったみーちゃんだけど、メンバーとしてみんなが好きだよっていう方が、私のファンの方はとても多い温かい方々だったなと思ってて、すごい人までやきもち焼く時もあるけど、それが私のファンの方のとても温かいゆえんというか、そういうのはすごい思ってたんだけど、今日に関してはそういうファンの方のそういう特性っていうか、特性上一番ちょっと心がね嬉しいこともあり、発表
悲しい発表もありでちょっとごちゃついてると思いますので、まあ私がね受け入れてないようにそんなすぐパッて切り替えることは人間できないだろうし、どのタイミングで切り替わるかは人にもよりますし、おのおので気持ちを落ち着けて温かいお茶を飲むなり湯船に入るなり、ペット飼ってる人はペット撫でるなり、おのおので心を落ち着けてください。私は私の今日の感情の落ち着け方はもう早く寝ることですでも私はちょっと何も考えずに寝ようかなと思います。はい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  そうですね、まあ難しいですよね、なんかこの私たちとファンの方の関係って、なんか卒業っていう2文字が切っても切れないというかね、だからそういうのね不安になったりとかあると思いますけど、あの私もそんなさっきからみーちゃんはみーちゃんはみたいなコメントで言われて、それで私が今言ったらどうするのと思うんじゃないですけど、聞いて安心したいんだと思うんだけどね。そう私もその中途半端にはやめない人なので、そう卒業うんぬんやりきったなと思ったらなのでわかりませんだって今の段階でさ何ヶ月かやりきったななんてわかんないじゃんそうよ、私はその何かをやり残してとかでなんか未練っていうかなんかわかりますか、何かをなんか考えて、そうだからなんかやめた後にこれは本当はこうしたかったなとかさなんか思わないように本当やりきったなと思うタイミングだと思いますので、分かんないよね1月のみなみちゃんそんなやりきったって感覚なんていつ来るか自分の中でも分かんないので、だからこそ一日一日をね大事に私も活動しようと思って、なんか早いみたいだけど今の中で全然まだやりたいこととかありますのでそうそう、だからねそんななんか口だけのなんだろう、しないしないよりかはちょっと現実的にまだわかんねえそんなのじゃ気にならねえとわかんねえっていうね、今んとこなんか何も考えてませんけど、何も考えてないって言ったら語弊を見ますけどそう何も考えてないって言ったら語弊を見ますけど、やりきったタイミングなんだと思います、自分の中ではね、それがいつ来るかなんて私にも分かりませんので、一緒にあのね最後なんか一日一日を愛おしく大切に過ごしていきましょうね。過ごしていきましょう。私もだからね、そのファンの方が来てくれてる環境って当たり前じゃん。私はさ、なんか明確な卒業ってあるかもしれない。ファンの方が私から卒業するタイミングはさ、私と一緒に卒業するのか、私より先にさよならっていくのか分かんないじゃん。私からしてもね。ファンの方からしても、突然と思うかもしれないけど、私もこのファンの方が次のシングルも来てくれるのかなって分かんないじゃないですか。分からんから、そういう意味で同じですよ私もそうだからこそ一人一人の方と思い出を作っていけたらいいなって思ってマイシングル大事にさせていただいて、服装考えたりとかもそういう点もありますし、そう否定できないのがまた、サルキーマンマンちゃん否定できないのまたってこの話で言うとさ、去ろうとしてましたみたいな感じのことやんね。去る気満々の人がいた。そうです。
シロです。そうですね、100受け止めるって多分無理だと思いますし、受け入れる云々はさ人それぞれなので、頭真っ白っていう自分をあんまり否定せず、今日は早めに寝るなり、大好物を食べるなり、湯船に入るなり、好きな曲を聴くなり、ペットをなでなでするなり、自分で心を落ち着かせて、温かい格好、温かいぬくぬくして今日は眠ってください。明日になったら切り替えれるなんて決まってはないから、明日になっても真っ白かもしれないけど、それを毎日今日はぬくぬくの温かい格好で寝ようみたいな続けていって、心の安定を自分で取りまそう。カウンセリングみたいになっちゃった。カウンセリングみたいになっちゃいましたね。私も数々のメンバーの卒業には立ち会ってきて、なんか全て受け入れてるかって言ったらね、受け入れてるまで受け入れてない部分もあるでしょ。あの明日から戻ってくるよって言われたら、え、おいでおいでぐらいの、その受け入れる受け入れたっていう面を表にしてるだけで、裏は別に未練誰だらってって人なので。でも私はその卒業発表をしたことがないですし、まだわかんないですけど、なんだろう、多分ファンの方の暗い顔が見たい見たいってわけで発表したわけではないと思うので、無理はしなくてもいいけど、そのどんな顔でっていうなら、ファンの方のいつものファンの方の大好きないつもの笑顔を見れるということってアイドルとしてとても幸せな時間なので、そう無理はしなくてもいいけど、どんな顔でっていうのならば、あのいつもお話しした時みたいに笑顔とか、マスクしてるんだけどね、わかんないけど、そうアイドルとしてはファンの方の笑顔を見ることがやっぱ一番幸せな時間でしたので、まあ無理はなさらずって感じですね。私にはちょっと微力ですけど、支えてあげることはできないかもしれませんけど、話ぐらい聞くぜ。友達か。あなたは友達なのか。友達なのか。とりあえず今日はもう寝れるか分かりませんけど、早く寝ましょう。泣きにいいよね。泣くことはね、悪いことじゃないから、女だから男だから関係ない、人間みんな泣くんよ。男が泣くなんて、もういい大人が泣くなんて関係ねえ関係ねえ、人間みんな泣くんよ。いいよ泣いて、いいんですよ。私もたくさん涙を流してきた人間ですけど、泣いてスッキリすることもありますし、ごめんね、ちょっとずっと寒くてスリスリして変なね、ずっとこの音がしますと思いますけど、まあまあこういう時こそちゃんと食べてちゃんと寝ましょう。そう、睡眠が取れなかったなと思うならちゃんと食べましょう。ちゃんと食べれてなかったなと思ったらちゃんと睡眠を取りましょう。どっちかは絶対取りましょう。どっちも補えないと人間は負の感情に陥りやすいので、絶対どっちかは絶対絶やさないようにしてください。できればどっちもだけど、約束ね。
みなみちゃんとの約束ね。っていうことで私も今日は早く寝るからね。私もね今日はちょっといろんなことを考える私はねメンバーだけメンバー明るく今みんなに話してますけど私だってまだ受け入れてないから。そう私も早く寝ます。もう考えない。うん、そうメンタリスト、いやもうそんな大層な存在ではないですけど。そうそれで早く寝るの競争ね。何時に寝たって明日言い合おうぜ。見て0時でも0時になっちゃう。いやお風呂入るから0時絶対無理だ。まあまあ私もファンの方との一日一日を大事にしたいなと思いますので、皆様も私との一日一日を大事にしてくださいということで、お話し会受付中です。最低最低なり。まあまあ愛リアクスがねできるのはいいことなので。チャートリ楽しみます。ということでね、私もそろそろ終わろうかな。早く寝ます早く寝ます。明日はなっちゃんの生誕祭ですね。あと対バン、マイカーとの対バンですね。どっちも素敵な時間にできるように頑張りたいと思います。ということで今日も一日ありがとうございました。誕生日見たいと思います。リアルタイムランキングなのでその間コメント読めないです。いきます。13位パンダムさん、パチ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 。12位軟骨くんさん、パチ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 。11位キムコさん、パチ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 。10位ツヤツヤさん、パチ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 。9位ヨイさん、パチ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 。8位ラッパーさん、パチ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 。7位ハマチさん、いつもありがとう、好き、あ、ありがとう、こちらこそです。6位ホランカンさん、パチ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 。5位リネさん、パチ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 。4位アズマシさん、毎月お話しします。え、毎月撮ってくれるんですか、ありがとう、楽しみ。そして3位パムさん、パチパチパチ。2位デーボさん、パチ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 。そして1位はドゥ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 ンドゥドゥン、マーチさんでした、ありがとうございます。パチ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 。それでは決定でしたいと思います。いや私がどこどこってここだよって、あ、これはねあのメール取ってる人には見せてるんですけど、やけどしちゃって。私がどこどこってここだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、見つけた、みんなことはしてみひん、ヒュー、ありがとうございます。兵庫県出身石田みなみでした。そうです、あのメールを取った人には朝からあちちなことをしてしまいましたって言って、やけどって言ったらメール止まるかなと思って、あちちっていう表現にして、そう朝からやけどして、そうヘアアイロン、髪の毛をねやるヘアアイロンをあの手づかみしちゃって、じゃあっていう事件です。だから今日朝からずっともやってます。でもねもうずっと癒してるから多分大丈夫です。水もめっちゃ浴びたんでこの子、でも火傷してから一回もこの手を見てないので、お風呂ある時に初めて見るんですけど、なんともなってないことを祈ってます。ということで今日も一日ありがとうございました。絶賛お話し会受付中なので、 A 日程の最後の受付ですね、A 日程の最後の受付中でございます。改めまして2月5の感謝本当にありがとうございます。感謝全日程解放を目指しますので、よければこちらのバナーから、お話し会の申し込みはこちらからと書いてあるバナーを押したら、お話し会の受付まで止めますので、よければお待ちしてます。毎日って違う格好になりますので、どのみーちゃんとお話ししたいか計画を練ってみてください。ではありがとうございます。明日来てくださる方、配信見てくださる方、よろしくお願いします。今日も一日おつみーちゃんです。明日も頑張りみーちゃん、バイバーイ。あ、ショールームのブルー。そうだね。確かに。